皆さん、おはようございます。いい天気が続く沖縄でしょうかね。はい、今日は10月23日日曜日9時30分、FM ギノワ、FM 講座同時放送でお届けしていますが、嘘のような本当の話ということで、私パーソナリティ土井秀人と、今週も来てくれています、WO イーストからドクター水素ボトルの北条さんお迎えしてますけども、おはようございます。はい、おはようございます。今週もよろしくお願いします。はい、今週もよろしくお願いします。ね、FM ギノワはね、このスタジオからお届けしてますけども、メールアドレスちょっと言っときましょうね。メモメモメモ、797なくな、アットマーク FM ギノワ .com ね、番組嘘みたいなお話、私こんなのあったんだけどみたいなのでもいいし、何でも結構です。お便りね、ぜひお寄せください。この番組ね、もちろん、サイマル放送でね、リスラジマイチューナーレディオね、ダウンロードしていただいたらもちろん聞けるんですが、 YouTube の、赤いビデオね、チャンネル登録していただいてももちろんです、YouTube で聞いてみてください。もう素晴らしいお話で、ここでちょっとゆっくり見に行きましょう。ボリュームピピッとあげましょう。なんて言ったら、ほんとね、もう毎週嘘みたいな、先週のね、片腕のギタリストね、テレヒコさんもそうなんですが、今日もね、今週も嘘なお話というか、人をお呼びしてるんですよ、皆さん。これね、あのネタにしてね、来週から学校の人もね、おじいもおばあもみんなよろしくね。はい、まずはご紹介しましょうね。株式会社スペース NIK NTK だ、失礼しました。読み間違えたね、私も目が悪くなった NTK の笠井智子さんね、代表取締役笠井智子さんをお迎えしています。おはようございます。おはようございます東京から、はい、東京からはるばるやってまいりました。スペース NTK の笠井です。あ、NTK の、はい、笠井智子さんですがね、はい、お元気です。東京からですが、はい、つくばでしたっけ。はい、ね、会社はつくばに本社があります。アメリカにもロサンゼルスにも、はい、は、皆さんクイズです。何やってる方でしょうね。これ絶対当たらんと思うから先をね、私も衝撃を、58歳にして衝撃を受けました。そんな宇宙層、もう一回言いますよ、宇宙層で、層はまあお葬式の層ですね。で、思うという字を当てたりという考え方もあったりします。宇宙層ね、よくありますね。沖縄でもね、お遺骨ね、ご遺骨を、まあ散骨という形で、ね、海にというご希望をされる、ね、ご遺族の方、ご本人いらっしゃると思うんです。それが宇宙ですって、皆さんどういうことね。その辺ちょっとこの笠井さん、世界で初、ね、始められて、もうまあまあご活躍である、程度ではないですよ。まだまだこれからね、未来を築いていかれるんですが、そんな笠井さんのお話、宇宙層とはな、そもそも何でしょう。はい、はい、宇宙葬とはですね、宇宙に、まあ、簡単に言うと散骨をするという、ものなんですね。皆さん自然葬の中で、海に散骨をする海洋葬、そして土の中に返す樹木葬というのはもうご存知かと思うんですけれども、これからの時代ですね、その中の一つの選択として宇宙に散骨をするというそういった、葬送の仕方をこれから、どんどんですね進めていきたいと思って、本日はお邪魔しているはいるんですけれども、宇宙に散骨、これはどういうことって思われる方いるかと思うんですが、まずですね、アメリカの、ロケットですね、私が契約しているのはイーロン・マスクさん率いるスペース X という宇宙開発ロケット会社なんですけれども、そこのロケットファルコン9というロケットに、私どもがオリジナルで作りました人工衛星、まあ、これボックスの形、もうボックスだと思ってください。その中に、お客様からいただきました、ご遺骨、またねご遺骨だけではなく、宇宙層の層を思うという方も、含まれまして、子どもさんからね、おじいちゃんおばあちゃんまで宇宙に自分たちの気持ちを届けたい、そんな、思いを抱く方も、メッセージカードに託し、また自分はいけないけどせめて
自分の DNA、まあ、髪の毛とか爪なんですけども、それを宇宙に打ち上げたいっていう、そういう、宇宙への思いを持っている方たちにボックスに収めたものをロケットに搭載します。本体に搭載して、ロケットが打ち上がりました。地球からだいたい 500km から 600km の高さまで打ち上がり、地球の軌道を 5,6 年周回します。その間ですね、なんとその人工衛星は星となって輝いているんですね。でその位置確認もできるので、毎晩ですね、まあ、宇宙散骨した方はその大切な方を思い出すことができる、要はこれが一番の供養になるという、そういった宇宙散骨の仕組みになっております。最終的には、宇宙ゴミにはならず、大気圏に突入して、燃えてなくなってしまう、そう流れ星になるというロマンと夢のあふれる、宇宙層というものをこの度この4月に第1弾を成功いたしまして、第2弾来年に向け今ですね、ちょっとやってみたいなとか思っている方いたら、お問い合わせをいただければなと思っている、そういう状況にあります。分かってもらえましたでしょうか。はい、大変ね、分かりやすいフランス語で、ね、ありがとうございました。もうそれぐらいで、あの本当にね皆さん、何日でもね、初めてっていう言葉に人はちょっとね一歩二歩下がったりするようなところもあるかもしれないです、うん、私もね実は本当に本当に今回笠井さんにご縁を頂戴してお会いして、もうまだね頭の中がぶっ飛んだ状態なんですよ。わかりますね。だって思いますよね、やっぱり我慢あってからさね、天祖代々お墓って言ったら土の中よっていうようなやっぱり社会だった気がしますね。これはもちろんね、土葬をする、埋葬するってね、焼却ね、燃やしてしまう、いろいろあると思うんですけど、まあ何にしても私ちょっとね、会話で小耳にというか笠井さんとお話しました時に、はい、お星様になるのねっていう、あ、いやロマンチックですね思いますよ。皆さんよくね、ほら僕ら読谷に住んでた時、残波岬とかじゃないけど、キラキラさね、沖縄ね、うん、綺麗なお星様なんですけど、お星様になりたいと思ったんですか。そうなんです。そもそもね、どうしてこんなお仕事みたいな。そもそも小さい時にね、お母さんに、うんうん、ね、お母さん人は死んだらどうなっちゃうのって聞いたんですよ。そしたらね、まあ、トモコ、夜空を見てごらん、人はね亡くなったら夜空に輝く星になってみんなのことを見守ってくれるのよって言ってくれた、その言葉がずっとあって、で実は私小中高と、まあ、仏教の学校へも進み、うん、そして、まあ、30をちょっと前にして、まあ、葬儀会社に、就職をしたんですね。でそこでさまざまな、まあ、それからもう30年ぐらい経つんですけれども、さまざまないろいろな葬儀を、司ってきました、まあ、プロデュース企画をしてきたんですけれども、そんな中で、まあ、宇宙葬というものをいよいよその子供の頃からの夢を、実現させるのは宇宙葬だと思ってやり始めたところです。いや、ここで北条さん、なるほどとうなずきたいんですけど、うなずいてやっぱ飛んでますよね笠井社長そんなことないですいやいや、いやね、なんて言うんでしょうか、ご自身のね、はい、やっぱりその個人への例えば重い儀式ね、うん、やっぱりまあ、人はという、僕もねあんまり常識的にはとか好きな言葉ではないんですよ、はい、うん、けれどもアメリカで、まあ、例えば交渉ごとをしてね、はい、だって皆さんロケットですよ、乗ったことあります、うん、ないと思うし見たことないと思うんですよ、ね、テレビでねドーンって言ったから、僕もそうです、ね、多分沖縄県内146万人、うん、誰もチケ飛ぶ直前 の、うん、なんていうのロケットを、その目で見た人はいないんじゃないかなって思うんですけど、うん、その辺は なんて言うんでしょう、はい、うん、なぜそんなアメリカ行ってまで。そうですよね、うん、宇宙葬を実現するには実は、まあ、ロケットを使うしかなかった、うん、で本来は日本でやりたかったんですけども、まあ、皆さんご存知の通り日本ってなかなかロケット打ち上がらないですよね。で私はもういち早く宇宙散骨を実現させたかったので、そのためにはアメリカのロケットを利用する、まあ、使用するしかなかったんです、うん、アメリカって
例えば、9月なんですけれども、フロリダ州だけでフロリダのケープカナベラル空軍基地だけでもなんと1月に29機ものロケットが打ち上がってるんですよ。もうそのくらいもロケット産業が進んでるんですね。だったらもうアメリカに行って私のその幼い頃からの夢、そして宇宙層をしたいって思っている人たちの夢を叶えてあげるにはもうアメリカに行くしかないという思って、でアメリカのスペースポートツアーにも参加し、アメリカの宇宙開発会議というのがあるんですね。これまた全世界の人たちが集まって自分のその宇宙の技術だったり、サービスだったりすることを発表する場なんですけども、そこで、宇宙層をやってますっていうことを発表したりして、でまず世界の人たちに、まあ、宇宙好きな人たちに知ってもらう、そこから始めたんですね。でそこから、まあ、たまたまその私が出会ったのがスペース X 社の日本人の技術者の方だったんです。うん、でその人に宇宙層やりたいんだけどスペース X のロケットって使ってもらえるかなみたいな感じで、話をしたり、はい、メッセンジャーでやり取りをしていく中で、じゃあ上司に聞いてみるって言ったら、その彼の上司がイーロン・マスクさんだったんですね。なんか上司ってまあまあまあ言っても部長ぐらいに思いますよね。はい、私もそこはびっくりしました。聞いてから多分1ヶ月とか2ヶ月とかしないと返事は返ってこないんじゃないかなと思ったんですけど、もう1週間以内に返事が返ってきまして、日本のね、皆さんの役に立つで、ゆくゆくは世界の皆さんのそのラストステージ、人生のラストステージの役に立つんであれば、そういうのもありかなとイーロン・マスクさんは思ってくれたんですね。でそのためにじゃあぜひ自分たちのロケットを使ってくださいということで、契約を交わす運びとなりました。うそいや本当です。いやもうね、今ダブクラクラしてますけど、WO イースト北条さん北条さん僕ねよりもちろん先にお聞きになった時やっぱはぁって思いますよね。思いましたね。えそのまだ僕はねその笠井さんとお会いしたのは打ち上がる前で、そういう夢があるんですって語ってくれてるタイミングだったんですよ。そうなんですよ。それで僕もねちょっといろんな形で応援させてくださいっていうような話もさせてもらって、そこからまあ水素も吸ってもらいましたしね、お付き合いをさせていただいてるんです。そうそう、ちょうどね北条さんと出会ったのが、私前とある水素会社のあれを捨てたんですよ。そしたらちょうどそれが壊れちゃって、どうしようまた新しいの購入しなくちゃいけないなって思ってたタイミングで北条さんに出会ったんですよ。うそ本当ですよ、本当本当に、だから北条さんと、それもライブハウスですよね、新宿の ね、 そうですね、東京のライブハウス、だからもう出会うべきして出会ったのかなと思って、だからまず水素ボトルをじゃあ購入しますって言って吸い出して、そこからまあその私の仕事の話をこう話して、土井さんもよく知ってるね哲さんのところですか。はい、ロックンロール、ロックンロールもう10年前から知ってますね私は。ケントスですね、はい、戻るの好きですしね。なんかね、先週のテリコさんも言ってます、引き寄せなんかこう無理なく、なんかこう自然にこう寄ってきてますよね。本当そうなんですよ。本当にだってそれまで私はもうこの事業のことを考えたらもうほとんど眠れなかったんですね、夜もう床についても1時間おきぐらいに起きちゃうような感じだったんですけど、まあ、北条さんに紹介してもらったこの水素ボトルをまあ吸い出してから約1ヶ月ぐらいかな、なんか最近眠れる、夜中トイレに起きなくなったんですね。で、4、5時間なんですけどぐっすり眠れるようになった。そうするとやっぱり不思議と仕事ってどん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 いい方に展開していくんですよね。いい人が寄ってきて変な人は去っていくっていうんじゃないですけど、やっぱりその睡眠の大切さっていうのをすごくその時分かりました、この年にして。いや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 何歳でもね、その出会い、出会いの大切さをすごいひしと感じながら今こうして来てるんですけども、今回ね沖縄にも来てみたらってその北条さんに声をかけていただいて、日本人のね発祥の地である沖縄でもうぜひこの宇宙層の話をしたいなと思って今回やってきました。種子島近いしね。そうなんですよ、種子島で唯一日本打ち上げるんで、ねね、そうですよね。いやなるほど、ちょっとねまたもう何からかいっぱいあるんですけど、一旦ねコマーシャル入りましょうかね。はい、はい、
頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。あなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、皆さんね、すごい話ですね。嘘のような本当のはね、本当に嘘じゃないとしか言えないんですけど、すごいですね、はい、スペース、NTK ね、今日笠井智子さんね、代表取締役笠井さんは東京から来ていただきまして、宇宙層のお話ですね。なんか宇宙層の層の字書けます感じでそのお葬式のね、うん、あの日本って僕はやっぱりね、お話聞いてて思ったんですけど、あのお別れかな、死はね、悲しいもの、お別れ、もう会えない、確かに事実だと思うし、うん、私もやっぱり大切な人を失ってはきました。で、私もいつか失うなんだろう、亡くなります。皆さんね、人は全員亡くなります、ね、その時になんかね、確かにこういう考え方でね、葬儀や、うん、埋葬の形はいろいろ変わってくると思うんですけど、何も目新しいことばっかりではない、うん、価値観っていう論ずるつもりもない、でもロマンチックだなって思いますね。やっぱり、うん、お星様になってからね、うん、どこでもいつでも、ね、下を見る、うん、埋葬上を見てみたらいつでもその人を思い出せるさっていう、なんか素敵なロマンを私感じながらね、あの聞いているんですけれども、でもやっぱりイーロン・マスクさん、はい、いやもう何冊もね、実は結構好き、ファンで、あのイーロン・マスクさんって言うと、もちろんね、私なんかはお会いするあれもないんでしょうけど、あのなんて言うんでしょう、すごい方じゃないですか、すごいって曖昧だけど、というか皆さんすごいんですよ、イーロン・マスク検索してくださいね、はい、あとは宇宙層火災ね、これあの検索してくださいね、あのうわーっといっぱい出てきます、うん、お話の内容をまとめたように出てきますからねっていうことなんですけど、はい、この宇宙層ビジネス、はい、うん、沖縄で例えばですよ、はい、うん、どんな風に、まあ、もちろんねよくありますよね、あのコマーシャルとかね、はい、うん、宣伝だけど、なんか、うん、なんて言うんでしょう、そうじゃないような気もしますし、うんうん、はい、うん、ただまあ先ほど申し上げたね、私の価値観とかいろいろあると思うんですけど、はい、どうしましょうね、はい、あの、うん、これはね、沖縄ならではなんですけれども、うん、やはり先祖代々の、うん、そのご供養を大切にするっていうのは日本人として当たり前のことなんですね。ただ沖縄ってアメリカのその方たちも住んでいる町ですよね、アメリカのその文化も入っている町なので、私は全部とは言わないんですけども、そのお墓に当然ご遺骨を入れるんですけども、その一部を、うん、要はそのアメリカのロケット、スペース X はアメリカの会社なのでね、うん、アメリカのロケット、そしてイーロン・マスクの会社のスペース X のロケットで、沖縄の地からご遺骨の一部を打ち上げるという、そういうところが割と意味があるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、1年に何回かお墓には当然お参りに行きます。ただ宇宙散骨をすれば毎日大切な人、思いを馳せる人に会うことができるんですよ、うん、会うっていうのはもう思うイコールなんですね。だいたい人って亡くなると皆さん忘れていってしまうじゃないですか。でも亡くなった方個人への一番の供養って、その方のことを思い出すことなんです。そしてお互いに、まあ、相思相愛じゃないですけど、思い思われという中で、その地球上に残された方たちはその方のことを思いながら大切にして生きていく、まあ、そういうことが絶対大切だと思ってるんですね。ただ亡くなった方はそので人も宇宙から生まれ宇宙に帰っていく、まあ、そういう説もありますのでね、まあ、そういった中から沖縄の方たちにご理解をいただきながら、その宇宙散骨、毎晩大切な人に会えるよ、まあ、星をねこう眺める感覚で、お会いできたらいいんじゃないかな
て思ってます。なるほど、とってもなんでしょう、それこそ、ね、スペーシーというか広くなんか穏やかな気持ちで、はい、ずっとずっとこうね見守っていける、うん、で私ちょっと思ったんですけど、ご遺骨をですよ、はい、全て宇宙にでなくてもいいんですよね。あ、もちろんです、もちろんです。ね、まあこのこれぐらいの、はい、というのと、じゃあ半分、少なくとも半分以上は、はい、ね、やはり沖縄のお墓で、例えば、うん、だけどお父さんね、やっぱりね、言ってたさみたいなので、やっぱり子どもたちがね空を見てと思うと、うん、やっぱ何だろう、私ぐらいですか、ロマンありますよね。そうですね、本当聞いたことないですもんね、うんうん、なんか今回ね、お一人女性のお母様を宇宙参考された方がいるんですけども、そのお母様はもう旅行が大好きだったんですって。もう生前はいろんなところに旅行に行かれて、そして最後に宇宙旅行をプレゼントするっていう形で宇宙参考された方もいらっしゃいます。ねえ、皆さんがどうだろう、規制のね、価値観というか、うん、そんなな、例えば、水素ボトルにしても、うん、水素ボトルね、と、あ、宇宙そうね、いろんな価値観ってあると思うんですよ。だけど僕は結構好きなのが、そういうね、規制概念というか、ね、ずっと抱えてるそういったものを全部払って払う払うっていうのが実は好きで、はい、自分なりに徹底してるつもりなんですけど、なんかそんなところから始まるかもしれませんね。なんか考え込むっていうよりは、そのロマンになんとなくこうじわじわっと共感してくれる人が、僕はですよ、あくまで増えると思います。あ、ありがとうございます。本当に、増えてほしいです。そうです ね、そんな気持ちでいらっしゃるであろう北条さん、ちょっと出番を、今回ね、その出会いがあって、はい、うん、笠井さんと、やっぱりこのなんでこれドクター水素ボトルって、これまた素敵なキャンペーンが始まっていると、ね、ありがとうございます、今もお話をしていただいた笠井さんのプロジェクトに僕もねずっと賛同してきてはいたんですけど、どうやって関われるかなっていうことでね、いろいろちょっとこう勉強してみたんです。そしたらビッグバンが起こって一番宇宙で最初にできた物質って水素だったんですよ。おー、そうなんです、私も知らなかったです。で、うわ、縁あるじゃないって、うん、だったらうちの今まで買っていただいたお客様みんなにメッセージを書いてもらってお預かりして、それを SD カードに詰めて、で笠井さんに宇宙に飛ばしてもらおうと、こんなプロジェクトを起こしましたので、うん、はい、ぜひ、ね、はい、まあ、全てのね源ですよね、はい、そうですね、もう今の話聞くと本当そうですよね、はい、本当に源だと思います。うーん、いや皆さん、はい、ちょっと頭の中こんがらがってるところもあるかもしれません、うん、ただね、ある意味とってもねロマンチックだなって感じてくれる人が宇宙層であり、そう、その源水素であり、増えていったらなと思います、はい、ね、今週もね素敵なゲストをお迎えして、素敵なお話、うそんな話ですが全部本当ですというね番組をお届けしましたね、W リストの北条政也さん、今日もありがとうございました。今週も、はい、そして笠井さん、またゲストにぜひね遊びに来ていただけたらと思います。どうもどうも、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。